Алоха, с вами Sword Flame, и мы продолжаем проходить арку Альтеры. Поскольку я заболел, то в ближайших видео я не смогу озвучивать диалоги нашего главного героя. Но ничего страшного, зато, возможно, я выпущу сразу несколько видео в один день по Fate Extella. Ну что ж, погнали.私のマスター、そういえば空腹ではありませんか？ここにいてくれるだけで電脳体の維持に支障はありませんが、でも人間はお腹が空くものでしょ。ごめんなさい、私は自分のことばかりでそんなことにも気づかなくて。 栄養たっぷりのリソースです。<笑>このままじゃ食べられませんね。そのくらいはわかります。<笑>どうですか？これならあなたの口に合うと思うのですが。 データの外装を変換しただけで、ちゃんとしたお料理とは少し異なるものですけれど、美味しくなるように精一杯設計しました。あなたの口に合うといいけれど。
Мешиагатте кудасаймаска? Йоката. Аната ни чанто табете итадакете. Сорекара 1 шуука мо кизуказу ни гомен насай. Номимоно даке дева канкаку га джусоку декимасен ё не. 破壊です。あなたたちの視点で言えば戦いでしょうか。 14,000年前の戦いです。私が実態を伴って得た経験は、おおむねそこで起こった出来事です。優勢のための破壊、地上の文明の大半を私は滅ぼしました。 私が目にしたあらゆる生命は抗っていました。戦っていた。ですので、食事だとかそういうものを見る機会はほとんどなくて、最後までそうでした。力尽きて倒れて崩れ去るその瞬間まで。 地上での私が得た経験はそれだけです。本体としての私自身はずっとここにいました。再び優勢がこの銀河にやってくるまでずっとずっと。 感じさせたくはないけど、私はきっとまたご迷惑をおかけすると思います。本当にサイズばかり大きくて、あなたにとっての私はひどく世間知らずに映るのでしょうね。 眠って過ごしていましたし、それにここは安全ですから何も問題なんてありませんでした。今までは。
私だけでなく誰も傷つかないこと、そんな状況はここにしかありません。なんであれ私は目覚めました。再び優勢が到来する先触れとして、それまでの間はずっと長い長い夢を見ていたようなものなのでしょうね。セファールが地上でムクロとなったのは確かです。ですがそれで私が消滅したわけではなくて、セファールの本体はここにいる私です。この私がある限りセファールは何度でも地上に現れます。必要な条件さえ揃えば私はまた本物の肉体を得ることが。え？ありえない話はしないように。そんなことは絶対に起きません。絶対です。何があってもあなたはそうしないはずです。セファールを地上に降ろしたりはしない。あなたはセラフを守ろうとするでしょう。ムーンセルを制圧しようとする私とも敵対する。それにどうあっても結果は同じ。他に方法があるとしても、私はムーンセルを壊す他にないのですから。教えてあげましょうか。そいつの望みは破壊することだけよ。やっと入れたわ。へえ、ここが巨神の石室ね。多少は手こずったけど、いざ本気になれば何のことはなかったわ。このあたし、エリザベート・バートリーにかかれば未明領域だろうと思いのままなんだから。いいこと？あたしは親切だから教えてあげる。小豚、あんたを閉じ込めてるそいつにあるのは破壊だけ。他には何にもないの。それはそいつが破壊の化身だからよ。文明を踏みつけてめちゃくちゃに壊して何もかも終わらせるのが楽しくて仕方がない。いいえ、それしか楽しみのない生き物だからよ。その気配、貴様、アルキメデスの手のものか。
ここは私の領域だ。侵食されたサーバントごときが軽々しく立ち入っていい場所ではない。ダメよ、そんな風に選ぶって見せたってね。優勢のしもべって意味じゃ対等でしょ。それにあなた、何？おかしいったらないわ。セラフの NPC だってあなたよりはまともよね。破壊のためだけに生まれたものがあれこれ考えること自体間違ってるのよ。不純だわ。ううん、そうね、正しくないのよ。どうしようもなく間違ってるわ、アルテラ。言ってあげるわ。あなたなんかに大きな顔させてるのはムカつくの。だってこの私が優勢勢力に加わったのよ。自分が何かもわからないデクノボーなんかより私の方がよっぽどうまく。何よ、いいところだったのに。敵への自動察知機能よね。もう文字通りのお邪魔虫じゃない。まか悪いったら。もうもうムカつく。また来るわ。それまでせいぜいやることやってあたしのために働きなさい、アルテラ。あ、そうそう、そっちの小豚も少しは必死になりなさい。そこにデーンとそびえていらっしゃるのは優勢の巨人なんだから。甘く見ていたらもみくちゃにされて死ぬわよ、あなた。ごめんなさい。次のお仕事までは静かに休ませてあげたかったのですが。彼女が言った通り敵の進軍です。前と同じように未明領域をまっすぐ進んでいる模様です。今回もどうかお願いします、私のマスター。無茶だけはなさらないよう、外の私にリソースを供給するだけでもあなたには相当の負担なのですから。征服王を撃破されたことでムーンセルも焦っているらしい。今回はトップサーバントが2機だ。石室の私ならともかく、この姿の私ではそれなりの苦戦が予想される。もっともお前は私が敗れる方が嬉しいか。聞くまでもないか。きっかけさえあればいつでも逃げ出してみせるという顔だな。それでも構わん。お前はただ私の傍らにあればいい。どうせ離れることはできないのだから。
ルガリアは私のものだ。そしてお前も私のものだ。話はしないし、いかなる英霊であろうと渡す気もない。ただ気をつけろよ。お前の行動遺憾ではお前は戦場で死ぬ。トップサーヴァントとの戦いとはそういうものだ。そうだ、あの女の発言に間違いはない。私はただの破壊の化身、殺戮の機械だ。他には何もない、必要もない。そしてお前が私とは違う考えを抱いているのも知っている。それを改めさせる気もない。思い上がるな。お前は私のマスターに過ぎない。私をどう剣をしたところで私の指に収まるしかない囚人だ。縁をしろとは言わない。コードキャストなど私には不要だからな。黙って私の戦いを見ていろ。この夢はいつ覚めるのか。ムーンセルより選ばれたルーラーとして私は使命を果たします。殺意も敵意もない女、立ち去れ。それ以上踏み込めば私は容赦はしない。名高き征服王を制したと聞き及びましたが、ここまでの力を持っているとは、さすがと言うべきでしょうか。優勢の先兵、人の営み、その全てを奪わんとする者。なるほど、次なるトップサーヴァントはお前というわけか。旧国の聖女ジャンヌ・ダルク、故国ならざるセラフをも救わんとするか。無駄なことだ、やめておけ。英雄としてのお前は多くの命を奪い救ったのだろう。だが所詮はその程度だ。私は文明を破壊する天の使い。たとえ貴様が津波になろうと、我が猛威を崩すことはできない。諦めろ。そして我が破壊の軍門に下れ。従うのなら殺しはしない。トップサーヴァントであれば使い道もあるだろうからな。私に下れと？ムーンセルから伝達された情報とはいささかイメージが違いますね、あなたは。ですが、それは無駄な降伏勧告です。月の王権たるレガリアを有してはいませんが、私にはこのクラスがある。
軍。本来であれば聖杯戦争を管轄裁定するためにこそエクストラクラスを与えられた身ですが、今はこの力を戦いのために使いましょう。アルテラ、あなたの全てを封じるために。そうか、そこで殺すと口にしないのは貴様の心情なのだろうな。甘い考えだが、戦場でその甘さを徹底できる者は真の強者であることを私は知っている。そういう戦士も地上にはいたからだ。いいだろう、愉快な心持ちになったぞ、ジャンヌ・ダルク。まずはその聖なるものを私は破壊しよう。どうでしょう、あなたは本当に世界の全てを破壊できますか？無論だ。であるからこそムーンセルはお前たちを使わしたのだからな。
飽きもせずまたぞろ雑種の争いか。トップサーヴァントとのたまっていたな。よもや貴様ら自らが史上の英霊であるとでも。ムーンセルの水郷にも困ったものよな。ならば俺が貴様ら雑種に拝謁の光栄を与えてやろう。刮目せよ、絶望せよ、この俺こそが真に史上にして唯一の英雄である。黄金の英霊。なんだ、雑魚を率いる雑種はすでに戦意喪失か。だがもう一匹は騎乗よな。この俺の姿を目にしてなお果敢にも刃を向けてみせるとはな。どしがたいアホか。出なければなんだなあ、雑種もどき。時を無駄に消費するな。口を開いても構わんと言っているのだぞ。俺はすこぶる機嫌がよい。貴様次第ではさらなる宝剣をくれてやる程度にはな。何しろセラフがこの手の揺らぎを起こすのは珍しい。あまりにもキーであったがゆえ、何わざわざ教会を切り裂いて出向いてやったのだ。わかるか雑種、万に一つの光栄を貴様らは得ているのだ。これを喜ばずして何を喜ぶ。自らの手で限界を。そんなことはありえるはずがありません。いかにトップサーヴァントといえども。単独での限界、ありえざる事象、それが何だというのだ。私は戦う者、殺戮の機械だ。立ちはだかるならば何であろうと。破壊する。古い文明の匂いはする。お前は人間よりも真っ当な命の流れに担いだ。黄金の鎧と無限の宝具、これに該当するサーヴァントは一騎のみ。呼ばれもせずに現れたか、英雄王。英雄王、世界最古の英雄ギルガメッシュ。匂いとは幽霊のしもべらしい野蛮さよ。食うことのみに執着する獣のようではないか。だがその言葉、貴様の比類なき肉体に免じて受け取ろう。褐色の戦士よ、星に刻まれた伝承がまことか否か、俺に見せてみるがいい。戦士文明の末端、私の足から逃れた末裔風情が大きな口を叩くな。
そうか、やはり破壊しか知らぬのか。良いぞ、俺を飽きさせるな。時だ、神戸を垂れよ。どうした、あの姿にはならぬのか。小生意気にも俺をじらすか。白い巨人になれば俺を圧倒できよう。英霊もどき程度では物足りん。遠慮はいらぬ。さあ、何もかも破壊し尽くすがいい。怪物の類に差したる興味はないが、こと人類の完全なる破壊者ともなれば話は別だ。かつて神を殺した巨人、地表を蹂躙したおぞましき者、まさに我がエアを抜くにふさわしい。英雄を、確かに私は破壊の化身だ。多くを残してみせた英雄とは違う。剣を振るう目的はただ一つ、破壊のみだが、それでも私にはかつてこの姿で地上をかけた記憶がある。14,000年前の巨人ではなく、小さき人として、ただ壊すだけではなく、確かに意義を残したはずの戦いだ。その過程を汚すことはできない。ほう、お前の言う通り、この私はただの英霊もどきに過ぎないのだろう。けれど今の私は英霊アルテラだ。そう呼んだ者がいる以上、私はこの姿のまま破壊の大王として剣を取る。セファールと戦いたいのであれば、この私の体と教授ごと粉砕するがいい。
白き巨人にはならぬと言ったな。ならば無理にでも巨人を叩き起こすまで。これは、なんだ、毒か。ハハハハハハ。さあ白き巨人に変われ。雑種もどきのままではたちまち死ぬぞ。私はセファールには。いいだろう、我がトリコ、治療を任せる。何のつもりだ、英雄を。見ての通りだが、何、俺が話をつける相手は巨神の方だったのだがな。あれにならないというのであれば、貴様に用を押し付けるしかあるまい。優勢の先兵、いや英霊アルテラよ。貴様はまどろみの中で全てを忘れたようだがな、我が王国と貴様とは多少の因縁がある。かつての地上の話であり、俺が誕生する前の契約であり、その相手は貴様ではなく貴様の方にだが。お前が私と契約だと。
何？身内の恥というやつよ。ゴーハラだが、俺の父に当たる者どもは貴様に一度見逃されていてな。その折に貴様は神々に誓わせたのだ。この借りは決して消えぬ。代償をもって返却せよとな。まったく、俺には関係のない負債だが、これを踏み倒したとあってはウルクの名に傷がつこう。よって神々に代わって俺が貴様と契約しよう。一度きりだが貴様を助力してやるとな。それはつまりお前のようなおかしな男が私の軍に加わると。加わるかたわけ。英霊として立とうという貴様の方針は理解したと言ったのだ。それを笑うことはあれ、阻むことはないだけよ。中にマスターを収めているか。哀れなる旅衆よ、貴様の言葉も間違いではない。何しろ伝え聞いた巨人の姿ではなかったのだ。俺も慎重に様子見をせざるを得なかった。しかしそうさな。ほう、そういう縁か。面白い。喜べアルテラ。俺はこれより貴様の副官となることを決めたぞ。口にしたことゆえそれは忘れよ。いや、アルテラだけであればこのまま立ち去るつもりだったがな。まあよい、この俺が手を貸してやるというのだ。二度も言わせるな。ただし心せよ、俺が進んで貴様らの企みに助力することはない。たとえ貴様が命を失おうともな。こう思っておけ。最上にして最強の武器を得たと。最上の武器。驚天動地の展開にしてやったというのに、これでも笑わぬか。ほとほとつまらんやつよな、アルテラ。待て、英雄をどこへ行く。俺は貴様の軍の副官となったが、命令は受け付ける。大体俺が口出しをしては意味があるまい。英霊として立つのなら、その立ち方は自分で見つけるがいい。俺はそれまでヤジを飛ばすだけの男よ。
ういった意図なのですか、英雄王。まさかあなたのようなサーヴァントが世界の破壊者たる優勢の軍門に下るなどと。なんだ、生きていたのか、聖女とやら。ならばすでに俺の述べた言葉を耳にしていよう。それ以上でも以下でもない。俺は決して言葉をたがえることはない。貴様こそなんだ、ムーンセルに呼び出されたようだが、サーヴァントとは契約者に仕えるもの。英霊とはムーンセルを守るものではない、最終的に人間の未来に重きを置くものだ。あの征服王がそうであったようにな。やつめ、最後まで自分の理由で戦いよって。まあいい、旗持ちの聖女よ、果たして貴様が重きを置くのはどちらかな。予想外の結果だった。お前の、つまり礼を言う。仮初めの英霊である私には英雄王はあまりある相手だった。だが勝利を果たした。破壊せずあそこまで持ち込めたのはお前の力だ。サーヴァントとしての魔力供給を受けるだけの私のみでは到底かなわなかった。お前の助力、私は嬉しく思う。調子に乗るな。お前が我がマスターであることには何一つ変わりはないのだからな。そうだ、これまでもこれからも。なんだその顔は。納得がいかないが、いい、分かったらもうあちらへ戻れ。魔力の回復は前回と変わらず重要な役目だ。
お帰りなさい。私のことを信頼してくれるのですか？あなたは虜なのに。私はあなたを捕らえました。脅しもしました。痛い思いもさせました。父である戦場へも強制的に赴かせて、無理やり指輪を。なのにあなたは言うのですね、この私のマスターであると。はい、なら私もあなたの決意に応えなくてはいけませんね。約束させてください。もうあなたを檻には入れません。檻は破壊します。あなたには別のふさわしいものを用意しますから。壊すのは明日からです。だってそのやるべきことがあるんです。そこは従ってください。よろしいですね。ありがとうございます、私のマスター。今夜まではどうか檻の中にいてください。それから今日は本当にお疲れ様でした。いっぱい食べていっぱい休んでくださいね。
何をそんなに驚いている、マスター。Итак, мы прошли вторую главу и получили свою комнату. Теперь можно будет менять одежду для маленькой Альтеры и менять экипировку для нашего главного героя. Ну что ж, на этом моменте мы это видео закончим. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!